いつもよりもなんか長い感じがしますけれども、大丈夫でしょうか。元気な人そうじゃない人、ダメじゃん半分ぐらいいたよはい、元気にいきましょうね。やっと二回し目でございます。私このステージが終わりましたら、だいぶ5時ぐらいまで 歌いませんというか、最後にですね、合同ステージというものがあります。今日出演した、アーティスト全員でここで何かしますね。何でしょうね。はい、多分5時ごろ寒くなってくると思いますが、お時間がある方、それから寒さなんて大丈夫だ、頑張るぞ俺は、私はという方は、ぜひ最後まで残って聞いていただけたらと思いますということで、2ステージ目もトップバッターエスラビトの奈々子です。よろしくお願いします。では皆さん、これやってください。ではちょっと勝手に分けます。じゃあ今日は 前後前と後ろで分けましょうか。座ってる方いらっしゃいますね。はい、座ってる方こそ、座ってるから多分ちょっと寒いと思うんですよ。なので一番のサビになったら帰っていってください。さあさあ、オッケーオッケー。で2番のサビになったら、どうしよう、いなくなっちゃったら、後ろの方もし残っていらっしゃいましたら、こうやってください。はい、で前に座ってる方は2番になってパッと後ろ見て、あ、いないなと思ったら後ろに参加していただいても全然結構でございます。そんなわけで皆さんで一緒に盛り上がっていきたいと思います。リスタート。やるんだって方はぜひ頑張ってやってみてください。いきますよ。
看板のこれの多さ、みんな攻めますね。いや素晴らしいです。ちょっと太陽隠れちゃったけど、はい、寒い中ありがとうございます。エソラビトのナナコと言います。はい、見ての通りピアノを弾きながら歌っている人です。はい、シンガーソングライター、自分で歌を作って歌ってます。はい、今日はですねディストルフェスカフェボリューム45ということで、もうそんなにやってるんですね。本当にこれ毎回言ってるんですけど、今日本当にたくさんの方が、ね、あの来てくださってますけども、一番最初もう本当にエソラビトしかいない状態での時本当にいなかったです。3人とかでしたよ、ね、本当に、 なんか本当に、続けていくことって大事だなという気持ちと、あとここに来てくれてる人がどれだけ大事な存在かということですよ。いなかったらこんな盛り上がらないんです。一人でワンツースリーフォー、あいつバカじゃねえのってなりますからね、うん、本当にありがとうございます。はい、本当に楽しくいつもライブさせていただいております。そう、私の2ステージ目あと2曲なんですけれども、そう、先にさっきのステージであと CD、 このハッピートモローまた明日っていう CD があるんですけども、あと1枚で完売だよって言ったんですけども、完売しました。ありがとうございます。よかった、こんだけたくさんの方がいて完売しなかった、あと1枚なのにっていうねありがとうございました。200枚ね、無事去年の7月からはと思ってるの大丈夫言いたいことはしないであげてね。そんなわけですね、よく捕まえられたなとすごいですね。はい、そんなわけで完売できました。あとですね、私のエソラビトタオルも、先日完売したということで、いろいろ ありがたい限りでございます。ぜひねライブで楽しんでいただくねグッズとして使っていただけたと思います。ではですね、次の曲も今日はなんか元気に行きたいんですよ。私今年の目標が、2016年の目標が常に元気っていう風に言ったんですけども、1月のまだね終わってない状態で、なんかちょっと喉が痛いなと一昨日ぐらいに思ってですね、昨日昨日の路上ライブをちょっとお休みさせていただいたんですけども、もう1日でも全然治りました。はい、常に元気、ちょっと息のダメのダメだったけど、やっぱりね気持ちの持ちようも大事だなと思って、今年は絶対風邪ひかないとか、あ、ひきそうだなと思った時にこう早い対処するという、ね、ことはすごく大事だなと思いますので、ね、毎年 1回か2回は結構風邪、ね、ひいちゃうんですけども、外にいることが多いので、でもちゃんと体力もね走ったりとかもしてますので頑張っていきたいと思います。ではというわけで元気な曲いきます。もう一曲、心の音という曲をお送りしようかなと思います。いろいろね、人生本当にいろいろあります。嫌なことの方がもしかすると多いのかなって思う時もありますけれども、でもただ息をしてるだけで、そしてこういう風に皆さんとこういうところであえてこう歌ってると、みんな笑顔で聴いてくれるじゃないですか。もうその笑顔を見るだけで、私は生きていてよかったなっていう風に本当に心から思います。これが一人きりだったらきっと思えないと思います。そんなことを、歌に込めた曲を聴いていただきたいと思います。心の音。Bye.
という曲を、お送りしました。なんか寒くなっちゃいましたね。さっきまでね結構日が当たってたんですけども、皆さん大丈夫ですか？寒いね。はい、今日分かった。じゃあ今日は私、僕1枚しか着てきてないよっていう方、嘘つき今日は2枚で頑張ってるぜ俺。あ、でもちょっと本当の、ちょっと嘘の人もいる、まあ、本当の人も2枚ですかそれ、3枚かな、裸3枚の人、はい、4枚の人、あ、5枚の人、6枚以上の人、本当に本当にそんな着てる、本当に6枚以上着てる、結構着てますねいやでも本当にね、急に寒くなったりしますので、あの体調をね、皆さん気をつけながら、はい、音楽にいろいろね楽しんでいただけたらと思います。今日もねまだまだあと4組、さらに最後に5時にね、何かありますから、セッションがねありますから、最後まで楽しんでいただけたらと思います。そして今日あの発売のものなんですけれども、フェスカフェ限定グッズはどちらも完売しました。おみくじと缶バッジありがとうございます。みんな買えました？私こんなにねおみくじ早いと思ってなかった。だって120でしたっけ、あれ 120ですよね、おみくじ作ったの。1万個作ったらしいです。すごいですね。そんな2人とかで売れる数じゃないですね、はい、ありがとうございます。でちなみに大吉出た人、あ、おめでとうございます今日出しちゃった人、ちょっと待って、どっちも持ってる人もいますね大吉と今日持ってる人って謎ですね。ありがとうございます。たくさん買っていただいたということでしょうか、ね、そんなわけでね、完売しました、そして4月30日の、ディストル全員が出ます。お笑い芸人の横浜さんとねコントもしちゃうぞという、そんなライブ岩間市民プラザで行われるんですけど、そちらのチケットもまだまだありますね、はい、今日から販売しております。よかったら、遊びに来ていただけたらと思ってます。どれぐらいかな、はい、あとそうですね、私のこと何もあんまり言ってないか、CD とチケットなどいろいろ持ってきているんですけど、結構2月のライブのチケットは全部完売してしまっています。3月も、あれですね、仙台はあります。仙台のライブチケット残ってます、はい、よかったらあとそうですね、3月26日にリセットカフェさん、ね、館内店でですね、空人劇場ボリューム3というね、ちょっと遊びもあり歌もあり、歌もなきゃダメか、歌あり遊びありゲームありの、そんなライブがあります。そちらのチケットが多分残り5枚ぐらいでもう完売してしまいますので、遊び来たいよっていう方はぜひ声かけていただけたらと思います。あ、今ね持ってくれてますね、なっちゃんが。そんなわけで、私最後の曲になります。イエイっていうのとええっていうのがありがとうございます。最後の曲はですね、昨年11月22日に、5枚目のシングルリリースさせていただきました。その中から宮城県南三陸町立戸倉小学校、ね、の子どもたちと一緒に作った曲があります、4年間の時を経てやっと、津波に流されてしまった小学校を、ね、新しく建て直すことができて、再建を果たしですね、去年の10月4日から新しい校舎で、授業を受けている戸倉小学校の子どもたちです、4年間関わっていく中で私が感じたこと、見た風景、それから、今どんな気持ちっていうのを子どもたちに聞いてですね、書かせていただいた曲になります。あ、そう、歌える方はぜひ歌ってくださいキラキラ光るという曲です。最後の曲聴いてください。
り。なんだろう、ちょっと今神が降りてきましたね。そんなわけで私ゾラビトのステージを終わりたいと思います。ぜひあの今の歌った曲、あの5枚目のシングルとして持ってきております。今日あんまりあと少ないのでよかったら手に取ってください。ありがとうございました。ゾラビトでした。